ということで、今日は見える力っていうことでいろいろ述べてきましたけれども、思考力の核心でございます。頭の良さの究極の壁は見える力の差です。もう僕はあらゆる人と接してもう間違いないと思ってます。ただ、人生で成功するっていうのはまたちょっと別のことがあって、これはどっちかというと詰める力、決まったことをやり抜く、ガタガタ言わずにやり抜くみたいなことですね。まあ、一例挙げると、今日初めての方のために言うと、漢字っていうのを真面目にやるみたいなこと。そんなことは当たり前って思われるでしょうか。ここを嫌がっては天才くんも伸びません。やるべきことをきっちりやり抜くとかですね、ちょっと辛くなっても最後までやり抜くみたいな、この粘り強さみたいな、まあ、グリッドですね。こういうものが、どっちかというと人生では成功する人っていうのは、そのグリッドが強い人で、才能っていうのは見える力だな、みたいなふうに僕はちょっと思ってます。で、あとは人間力もね、もちろん成功だけで大事ですね。だって人間たちの間であるんだから、好かれなきゃいけないし、魅力がなきゃいけないしね。で、やっぱり人を率いるって、リーダーシップとか、困ってる人がいたら大丈夫かって言ってあげるような、もうそういうものもすごく大事じゃないですか。ということですよってことなんですが、まあ、繰り返します。今日まとめますね。で、補助線が見える力っていうことですね。これ、内線が、これは遊び、没頭遊びの中で。没頭ですよ。好きで補助線を描くようなことをやり抜いてるっていうのも、簡単には子供のに放し飼いにすればいいってこと。で、2番、数が見える力。これは数のボリューム感とか素因数分解とか武器とか分かるっていう力なんですが、これは意欲的な数を上げ経験。数に興味を持つ。2万もあんの?みたいなことを言いながら喜んでるみたいなことですね。三トン車が来たよ!みたいなこと。15両編成だ。数というものを満喫するっていうことをやるといいですよ。3番目は作者の言いたいことが見えるみたいなことで、これは家族の会話。ということが土台になってて、言いたいことを正確に、こっちが聞いてることに答えなかったら、バチンと違うよ、お母さんはこうだって言ってるよっていうふうにこう問いただしてあげるっていうことが大事とかですね。あとはもう国語全般ということで、その正確に言うとかですね、あと豊かに言うとかもいろいろあるんですけど、まあ、そういう言葉の文化っていうのを大切にしてくださいねっていうことですね。で、まあ、もう一つ付け加えると、究極、我が子に幸せになってほしいと思ったらですね、本当にこう自分の心をしっかり捉える人になってほしいと思いますね。言葉、国語力っていう意味で。私は、ご立派になろうとしたりするんですよ、人間は。褒められようとしたりするんですよ、人間は。いい母を演じようとしたりするんです。じゃなくて、本当はこれやりたいんだよねっていう自分を正確に見るっていうことが原点なので、で、そういうものは、いやらしい自分とかですね、ずるい自分とかですね、嫉妬してる自分とか見えてくるんだけども、でもそれが正しい自分なんだぞ、みたいなことは、原点でございます。これも見える力だと思うんですよ。僕、心が見える力が、究極一番大事かなと思うんですよね。夫婦がうまくいかないの、大抵、なんとか、やれって言われた風呂洗いもやったし、新聞だって出したじゃん、みたいな。行動のことを聞いてて、妻の心が見えてないから、幸せになれない。相手はなんかまだ満足してないとしたら、なんか間違ってんだなって思わなきゃいけないのに、要点だけ言ってくれよみたいにやっちゃうわけですね。もうダメだよってことですね。相手の心はどういう状態なのかなって想像するみたいなのも見える力です、これは。で、そういうものがすごく幸せに生きていくときの土台ですよね。それから空間立体みたいな三次元の俯瞰イメージになるみたいなことですね。これはもうあらゆる入試でも仕事の場でもすごく重要になってくる、俯瞰するイメージっていうの。で、これは、立体を、たぶん、木登りとか、飛び込みとか、基地作りとか、家みたいなのを積み木で作るとか、三次元の何らかのものを作る。で、こういう、こう、三次元空間で遊び抜くっていうことがすごく大事。ということです。というとですね、これは本当に昔の、お笑いを言うとですね、20年前に僕はこのことを言ったらですね、お母さんの木登りが大事なのよってですね、うちいっぱい木登りさせてますっていうね、子供に聞いたら、はい、右手こっちしなさいって言って、左手あげるって。これ全部命令で、何にもないです。忘れないでください。意欲を持った木登りが大事だ。子供がやりたい木登りが伸びてる時なんですよ。だからそういう形で、やりたいっていうことを大事にしてほしいっていう。あ、落ちてしまいました。それから、5番、文章からイメージ描ける。読解力。あ、これちょっと僕言い忘れましたね。いや、もちろんこれは読書です。やっぱりこう、読書量っていうのは、あるだけあった方がよくって、これも国語の言葉の講演で言う話なんですけども、僕は
読書、自分もすごい好きだし、もうめちゃくちゃハマりましたし、でところがこの 3,4 年あの読書大事だって分かった教育者でいたつもりなんですけども、スーパーマンって実はこの世界ですごく成功の1個目、ものすごく成功している人たちにインタビューしたらですね、まあアスリートだろうが研究者だろうが社長さんだろうが、みんなものすごい一時期読書に没頭したっていう時期を必ず持ってたってことは知ったんですよね。あ、自分が思ってる何倍もやっぱ読書って大事なんだなっていうことは痛感しましたよってことはお伝えしておきたいと思います。それから最後に他人の心とかですね、要点とか本質とかですね、そういうものがパッとこう見えるような子供にしてあげると、とてもこう主体的でやりたいことがやれる人生になると思います。試験なんかもクリアできると思いますし、社会の中で豊かに生きていけると思います。ぜひ我が子供にですね、皆さんのお子さんに見える力がつきますようにっていう思いで今日お話ししました。